立命館大学硬式野球部主将の宮崎龍生です。よろしくお願いします。ちょっと違和感です あ、ちょっと気にしないでちょっと進めていきたいと思います。宮崎選手、今の調子はどうですか？最高です。めちゃめちゃ元気です。とっても元気ですね。そんなとっても元気な宮崎選手に、立道戦の意気込みを、お聞きしたいと思います。いつも多大なる応援をありがとうございます。今シーズンは思うような結果を出せず悔しい思いをしております。最終戦を勝利で締めくくり、来シーズンにつながる立道戦にします。選手、スタッフのみならず応援団、観客の方までチーム立命館として総戦力で臨みます。ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。私たち応援団は野球部の皆さんを勝利に導けるように全力で応援したいと思います。皆さん、立命館大学硬式野球部主将の宮崎選手を拍手でお願いします。はい、さて来週はいよいよ立道戦です。私たち応援団も全力で応援します。皆さんもぜひ球場に足を運んでいただき、私たち応援団と一緒に選手たちを応援しましょう。以上で野球部企画を終わります。後半も盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。